こんにちは。こんにちは。弥彦神社な、いいなぁ。暑そう。あ、でも神社だから意外と涼しい。ちょっと今日はこれからお友達と軽くお出かけに行くので準備してます。そう、まあなんか間に合うんだけど、あのめっちゃ余裕持って起きようとしてたのね今日めっちゃ余裕を持って起きようとしてたの。でもそしたら全然寝ちゃって、まあ相変わらずなんですけど本当に相変わらずです。私のギリギリ生活私のギリギリ生活相変わらずです。昨日めっちゃ疲れてたもん。え、昨日ほんとになんかめっちゃ疲れてて、あのあともうバタン、もうあの配信終わった後ももう爆睡すぎたすぎましたね。もう汗が熱すぎる。めっちゃ熱ない？本当に。どうしてこんな暑いんだろう。今何度なんだろう東京。今日天気予報見てない。もう海行きたくなるね。なんかこんな暑いと。こちらはそこまで暑くない。あ、本当分かんない。東京の温度も分かんないけど、調べたら東京曇り、最高31度。え、雨降らんかな。曇りってことはワンチャン雨降る。雨降ったら超嫌なんだけど31度やばいね。普通にね。こんにちは。最近前髪の調子めっちゃ悪い。やばね。今日は月曜日？月曜日か。皆さんどんな一日をお過ごしでしょうか。お仕事かな。
でもこの時間にしては結構なんか見てくれて嬉しい。まだみんな仕事中の時間じゃない？そんなことない？あちい、あちすんぎ、あちすんぎ、あちすんぎ。最近ポニーテしてない。髪の毛切ってからポニーテしてないんだよね。だからちょっと今日は結ぼっかなとか思って見たりしちゃったりしてはいるけど、ちょっと触覚切らないとちょっと長いかし、どうしようね。暑いからさ、今日結びたいなみたいな気持ちはある。暑い。もう汗止まらん。お腹すいたな。お腹すいたにゃん。みんなはご飯食べたのかい？ちゃんとクーラー使ってますか？まだつけてません、クーラーまだいけるっしょっていうね。いや、まだいけるまだいける、絶対にまだいける。こんにちは。いるよ。クーラーつけて毛布かけて寝てた。うわ、贅沢な贅沢なことしてるね。贅沢なことしてますね。もうそろかなとは思っているけど、さすがにもう30度いってるし、でもまだ耐えまだ耐えます。
耐えたい耐えたい。こんにちは。今日はちょっと15分経ったら終わりにしますね。意外と時間がないっていうねことで、今日も頑張って生きていきたいと思います。本当に私って人生ギリギリ、本当にひなって人生ギリギリで生きてていい加減にしてほしいよね本当にいい加減にしてほしいって思いながらも、まあ難しいお話です。前髪もまだやってないしさ、まだやってないしさ、しかもなんかそうだから今日はゆっくり準備しながら配信しようと思ってたの、この時間に。本当はね、理想で言ったらひなの今日の理想はゆっくり配信することだったの、昼間に。でも叶えませんでした叶えられませんでした。ごめんなさい。またゆっくり配信します。大丈夫か。ちょっと今日はもう急ぎで。あとどんぐらいで15分だろう。最近は規則正しい生活にしてたイメージ。規則正しい生活はしてるよ。それとこれとは関係ない、全然。それとこれとは関係ないです。はい。規則正しい生活は結構してる。じゃあ、そろそろランキング埋めたいと思います、先に。13位、ひーくんさん。12位。うわー、読めない。なんとか越し11633さん。11位ゆずきちさん、10位さとともさん、9位あっきーさん、8位埼玉のおじいちゃんさん、7位村山康さん、6位レイトさん、5位あーちゃんさん、4位ティンバレラさん、3位マセシさん、2位ゆうとさん、第1位キムさん、ありがとうございます。ということで皆さん、あのちょっとだけだったんですけど、見に来てくださってありがとうございました。また明日配信します。今日も一日お疲れ様でした。微妙な時間だけど、ありがとうございました。バイバーイ。ありがとね。なってなかった。もうみんないなくなっちゃったかな静かに終わろう どうしよう、めっちゃ数人しか見てないんちゃうこれめっちゃ数人しか見てないんちゃう、通知行ってないから。ちょっと15分経ってなかった今配信終わってみたらあ、意外と見てくれてる。今もしかしたら4人ぐらいしか見てないんちゃう。あ、多分みんな配信終わった瞬間にショールーム切るやんでもひなが今配信始めたのは多分みんなに通知いってないから、あの今見てる皆さん今見てる皆さん多分あの本当に少人数かもしれません。選ばれし皆さんかもしれませんおもろ。え、15分のテロップいつ出るのこれ。危ない本当に。え、出ないんだけど。
え、これもしかしてもう一度1から、え、無理無理無理、時間ない、もう無理、嘘でしょ、本当に言ってる、でも再開って出てたんだけどな、マジで言ってる、え、ちょっと待って、ちょっと待って、え、じゃあちょっと ラジオにしようかな、それならば。ちょっとさ、準備しなきゃいけなくて、とってもとっても準備しなきゃいけなくて、え、みんな、え、ちょっと待って、これテロップ出ないってことはさ、あと15分しなきゃいけないってこと、え、待って待って、じゃあちょっとみんな、え、本当に申し訳ないんだけど、ラジオにしてもいい、ごめん、本当に、多分これ聞いてるの超少人数だから、あの、選べるし皆さんです選ばれし皆さんです、これはきっと、ちょっとごめんね、みんな、私のミス、私のミス、これ今さ、もうラジオに変わった、ちょっとひな、本当にあの配信じゃできないぐらいちょっと急がなきゃいけなくて、変わった、よかったね、ごめん、ひなのミス、絶対に、これは確実に、待って、本当にもうすぐ家出なきゃ、今すぐに家出なきゃいけないし、でも髪の毛まだ終わってないし、歯磨きもしたいし、本当に助けてください本当に助けてください、ちょっと急ぎます、ごめんなさい、本当にテロップ出たら言うの、ありがとう、本当にごめんね、本当に私のミスでごめんなさいやってしもった、初めてなんだけど初めましてなんだけど、こういうのね、と髪の毛も切りたくてさ、そう、髪の毛切りたかった、っ今から髪切ります、もう本当に日焼け止めも塗りたいし、日焼け止めも塗りたいんですけど、助けて、今日めっちゃ焼けそうじゃない？めっちゃ焼ける気配してんだけど、すごく、曇りみたい、曇りが一番焼ける、曇りが一番焼けるって、困っちゃいます、私が決めてたよ、こんにちは、やばいやばい、めっちゃ汗かいてる、暑すぎ、暑すぎにも程がある、外仕事の人とか本当に大変そう、お疲れ様です、毎日、もう本当にそんな人たちのおかげで私たちは生きているわけですからね、みんながみんなその自分のやるお仕事をやっているから、私たちが生きている、素晴らしい、素晴らしいことです、今日暑すぎね、クーラー入れちゃった、いや入れるよね、これはね、ひなはまだギリ入れてないんだけど、だからこんなに汗かいてるの、あ、見えないけど、見えないかもしれないんですけど、私は今とても汗をかいております、そりゃそう、この暑い中クーラーもつけずにミニ扇風機で生きてるんだから
ミニ扇風機で生きてるんだからね。それはそうなんですよね。集中しすぎて喋らなくなっている。でも本当にしくったよね今のひなね。テロップ出ないうちにもうありがとうございましたとか言って配信終了しちゃったっけ。今のはもう私のミスです。こんにちは。暑い。かき氷食べたい。そのかき氷の絵文字を見て今もうかき氷食べたくなった。とてもリセットされるんだね。思った。ちょっと勉強になりました。囲碁気をつけます。本当に囲碁気をつけます。なんだ、再開しても数秒でさ、あの配信15分のテロップ出るんかと思ってた。じゃあひな、今日計30分やったってことになるってことね。一応ね。マッチってそんなつもりじゃなかったので。いっそっけ俺たち違うよね。あ助けて、時間がないよ。今は髪の毛を結んでいます。今前髪切って、前髪を切り終わりまして、あの髪を結ぶところに突入しました。実況もう映してないから実況します。髪の毛にスプレーをかけています。誰かー誰きゃー大変でしょう。ひなってだからね、こんなつもりじゃなかったわけ。今見に来た人への説明ね。あの配信を今日15分で、そう急いでるから配信を今日15分で終わりにする予定だったんですよ。でまあ15分になる前にランキング読んで、じゃあテロップ出て終わったと思いました。思い込んでました。そしたら終わった時に何分配信しましたっていうのが出るんだけど、14分何秒だったの。え、やばい、テロップ出てなかったんだって思って、急遽そのままあの配信ライブ配信ボタンをもう一回押したわけで、そしたらもう数秒経てばテロップ出るって思ったの。ひなはそうだって、そのあれじゃん、なんか1時間、そう
のしないと配信は再開っていうあれになるから、それでヘナはもうあの、まあ、数秒したらもうあのそう配信15分しましたっていうのが出ると思ったわけ。そしたらば出なくってですね、それで急遽プラス15分配信してる。でも私はもう家に出なきゃいけない、髪の毛結ばなきゃいけないよ。そう、配信を終わった瞬間にひなはもう猛烈ダッシュでこの準備をしようと決めていたわけにもかかわらず、あと15分配信しなきゃいけないということになって、今もう急遽ラジオ配信に変えて今っていう感じです。で今髪の毛を全力で結んでいます。っていう今日の私の状況でした。はい、分かった？ひなのやひこちゃんの一日。あと何分なんだろう。ギリギリ人生本当になってばギリギリ人生で生きていて大変なんだね。暑い。しかもとても急いでるからとても暑くて、今もう大変です。やばい、なんかもう足にめっちゃさ、今なんか足めっちゃ怪我してんだけど、なんで？足めっちゃ怪我してんだけど気づかないうちに、なんかした？やだ、なんかめっちゃさ、すごい。まあいいや、もうそんなことどうでもいいもうそんなことはどうでもいい。とりあえず早く15分経ってっていう切実な願い、今日ばかりはそれを願う今日ばかりは、立ったの？立った！皆さんごめんなさい、ありがとうございました。